夫の実家は裕福ではなく、たびたび私たちにお金を工面してほしいとお願いしてきました。はじめは仕方ないと思っていたのですが、借りたお金でブランドのバッグを義母が豪遊していることを知り、貸さなくなったのです。しかしそうすると我が家のものを勝手に持ち出すようになり、たびたび義母に注意をしていました。息子の自転車どこに持って行ったんですか？いやね、黙っていてって言ったのに。子供だけの時に来るなんて確信違反ですよね。小学生を一人だから心配で見に行っただけよ。もう高学年ですよ。自転車返してもらえるんですよね？わーわー言わないでよ。これは人質みたいなもんよ。何言ってるんですか？あなたたちがお金渡さないから売れるものを持っていくしかないじゃない。売ったんですか？5000円にもならなかったけど、他ので2万くらいにはなりそうよ。他って何ですか？気がつかないのなら大したことないのよ。テントも持って行ったんですか？ピンポーン。なかなかいいもんだったみたいよ。困ります。あれは夫が借りているんです。あら、そうなの？大変。返してもらってください。無理よ、お金使っちゃったもの。おかげで今友達と焼肉ランチです。ふざけてるんですか？楽しんでるのよ。近くにリサイクルショップあるでしょ。あそこにあるから私の名前出して取り返してきたら？お金は後で返すわよ。そうやってこれまで私たちのものを何度も売ってきましたよね。おかげで楽しめているわ。お父さん節約ってうるさいから息が詰まる。節約するのは当たり前です。我が家だって共働きで頑張っているんです。お金が欲しいなら働いたらどうですか？老体に？あなたもひどい人ね。焼肉にお酒、どう考えても元気でしょ。言うわね。どうでもいいけど早く行かないと店頭に並ぶわよ。身勝手な義母の行動に腹が立ったものの、借りていたテントと息子の自転車を取り戻すためにリサイクルショップに電話をして夫に報告をしました。ごめんね。まさか子供のものを盗むなんて。リサイクルショップに取りに行かなきゃ。俺が帰りに取ってくるよ。お金ある？2万くらい儲けたって言ってたよ。大丈夫、ちゃんと注意しておくよ。治らないわよ。そのお金で友達と焼肉パーティーなんだから。父さんに連絡する。リサイクルショップ行って実家にも行くから。お願いね。夫が支払ってくれたおかげでなんとか無事に取り返すことができました。リサイクルショップの店員は義母を不審に思い、値段をつけずに様子を見ようとしていたということでした。そして夫が帰ってきた頃、義母から連絡があったのです。取り戻せたの？あなたがもらったお金を支払って返してもらいました。悪いわね。おかげで楽しんだわ。まだ家じゃないんですね。今タクシーよ、もうすぐ着くから。それはそれは、人のお金で豪勢ですこと。何よ、タクシーくらいいいじゃない。返さないなんて言ってないんだから、ぐちぐち言わないでくれる？楽しい気分が台無し。もうお金のことは結構です。返さなくていいの？はい、もう必要ありません。やった、気前いい。ですのであなたとの縁は切らせてもらいますと主人から伝言です。何よそれ、親子なんだから切れるわけないでしょ。バカ言わないで。切れないって思いますか？お父さんは今回のことで離婚を決意したそうです。は？何言ってるのよ。裕福ではないなりにも節約すれば生活できたのに、人のもの盗んだりお金の無心をすることに限界だそうですよ。何言ってるのよ。あの人は私のことを愛しているから大丈夫。嫌だ、うちの前にパトカー止まってるし。何かあったのかしら。タクシー降りました？降りたくないけど、メーター上がるから降りたわよ。それはよかった。そのパトカー、あなたを捕まえに来てますよ。は？捕まるようなことしてないし。窃盗ってご存知？借りただけでしょ？取り戻したじゃない。私たちが取り返したんです。夫が取りに行って、リサイクルショップの店員に被害届出すように言われたらしいですよ。これまで何度もやっているなら、身内でも窃盗は窃盗だからって。私を売ったの？当たり前の報復じゃないですか。それにそこでいろいろ売ってるみたいですね。高級な工具なんてどうしたんですか。これは身内のじゃないですよね。落ちてたからもらったの。夫もお父さんもあなたの窃盗癖にうんざりなんですよ。あなたたちがお金くれないからでしょ。
お金くれたらこんなことはしなかったわ。責任転嫁するんですね。それより早く家に入ったらどうですか？入れないわよ。どうにかしてよ。あなたが近くにいること警察は見てますから。逃げたら罪が重くなるかも。ひどいわ。みんなして騙して。当然の制裁だと言ったでしょ。その後義母は窃盗の容疑で警察に連れて行かれました。義父は離婚届を出して一人で暮らしています。少しずつお金を返してくれているので、そろそろ義父との同居も考えているところです。義母はその後近所に顔向けできないとどこかに姿を消してしまいました。かわいそうだなんて1ミリも思いません。いい気味です。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。